って素晴らしい、それは五重塔 と電信橋なんで、真ん中こうちょっと見えてますね、本当に驚くような風景で、やっぱそういうリアリズムっていうのはいいですよね、なのでまあちょっとこれも普通の、なんていうかな、いわゆる景観論、カッコつきの景観論とはちょっと違う、テイストで書いたもの。この本の時もなんかほら、右翼に刺されますよとか言われたって話がありますよね。ああはいはい、なんか右翼っていうか、まあなんかね、その街並み派みたいな人に刺されますよっていうか、なんか、なんか嫌みっていうかね、言われましたけどね。それでですね、あとはまあちょっと残った時間というのがあります。そうですね、まあじゃあちょっとあと関係ありそうなやつを見ていきますが、これもともと修士論文でさっき言った、ゴシックとノートルダム学科ってやったのをベースにまとめて、まあ、だいぶ後にようやく本になったんですけども、これさっき言った修士論文で、要は、ハードロックと建築が論文として認めてもらえないだろうなっていうか、そもそも切り口が見つからなかったんで、しなかったんですが、ただまあなんかせっかくだから建築と音楽で論文やりたいなと思って、音楽史の教科書っていうか音楽史をずっと読みつつ、まあ、建築者は知ってるんで、音楽史をずっと読んで調べていった時に、あ、これなら書けるって思ったのが、ゴシックとノートルダム学科で、ノートルダム大聖堂ってパリの大聖堂がありますけども、まさにあの場所でノートルダム学科って新しい音楽様式が誕生したんですよね、なので同じ空間同じ場所で誕生したっていう、まあ、ところでこう建築と音楽って全然ジャンルは違うけど、まあ、両方とも非常に抽象的である形式の、まあ、いわゆる形式の芸術なので、そこの形式の方法論において比較してこうある共通性があるっていう論を立てられるんじゃないかっていうのを、まあ、考えて書いたのが、この時の論文なんですね。まあ、それでいろいろその図面と楽譜を並べるっていう結構アクロバティックな論文を書いたのがこれなんですが、ただ一応下敷きになるものはあって、まあ、全く先行事例がなかったら僕もさすがに怖くてやらなかったんですが、アーバン・パノフスキーっていう、まあ、大変著名な美術史家がいますけども、パノフスキーの本の中にゴシックとスコラ哲学っていう研究があるんですね。これは要するに、ゴシックの建築とスコラ哲学という、まあ、当時の中世の哲学思想ですね、その2つには、ある共通したこうなんていうのかな、論理形式があるっていうか、ものの考え方があるっていうことを、まあ論じた本っていうか研究があるんですよね。で、まあ、これは要するにいわゆる時代精神という括りのもとに、それが哲学と、建築に現れたというのをパノスキーがやってるんで、まあ、基本的にはそれの方法論をもちろん意識して、僕の場合は、じゃあゴシックとその同じ場所で誕生したノートルダム学科という、まあ、その音楽様式を、比較して、そこからいくつかポイントを挙げていって、論じたんで、まあ、これはいわゆる歴史の研究というのは美学というか、つまり証明不可能なことなので、これ歴史論文にするためには当時の音楽家が、私は建築のこういうやり方を参考にしてこうやって作曲したという証言まで取らないと多分ちょっと歴史論文にならないと思う。逆でもいいんですけど、当時の交渉が私は音楽が好きで音楽のこういう手法を参考にして設計したって言えば歴史論文になると思うけど、ここはないので、これはあくまでも仮説というか、ものの考え方を提示するので、まあそういう意味ではこれは歴史論文というよりは、まあ、いわゆるちょっと美学の範疇、ね、比較美学みたいなやつですけど、まあそんなことをやったのは、これですね。なので、まあ